俳優修業を始めて1か月余り、24歳でいきなり主役に抜擢されます。卑怯者、それが伝統ある沖縄美術家の言う言葉か。しかし、食いぶちを稼ぐために始めた俳優の仕事、本音は嫌でたまらなかったといいます。当時の高倉さんをよく知る人がいます。これ大学の医師の4作目ですよ。日本人の新人時代から仕事を共にしてきた映画監督の佐藤淳也さん。酒と女と喧嘩にはかかれないし、高倉さんとは同世代で名前で呼び合う仲でした。ケンちゃん、あんまり芝居なんか一番その嫌がってたのはメイクみたいだったんですよね、まあ、セリフだけは覚えてたみたいですけどね、ある意味では、まあ、棒読みに近いようなセリフだったりですね、役者としての自覚とか役者としての責任、そういうものを全然感じてなかったっていう意味ではチャランポランっていうことですけどね。デビュー3年目、巨匠内田トム監督作品の主演に選ばれます。さて、一番いいものがもう一つ残ってんだが、君、アイヌが好きか。ええ、好きっていう。アイヌの青年を演じた高倉さんは怒りの表現に苦しみました。それなら少しぐらいの冒険してもらわなきゃな。今日もできない、今日もできないでしょ、大きな出ないで。キャメラマンが西川さんってキャメラマンだったけど、撮れなくなるって、これ今年撮れないぞって小さい声で女子に喋ってんの俺聞こえたんだよね。これはダメかなって。それに西川さん何って聞いた。いや、葉っぱが落ちると。それでも急激に寒いのが北海道は変わってくるから、で実際色が変わるんですよ、どんどん毎日。それ僕はできないためにその OK は出ない。なかなか感情をむき出しにできない高倉さんに監督は罵詈雑言を浴びせ続けます。監督ももう読んだんでしょうね。ああ、もうこれ以上やってもできないか、こいつは怒らせるしかない。それでありとあらゆる僕にいろんなことを、お前の手がなってないとか、アイヌの悲劇を背負ってるやつの手じゃないとか、じゃあ最初から決めるなよこの野郎って、僕は思いますよ、生き物だもんね。それで僕はガーッとなってね、もうこれでできなかったらこの自信本当に張り倒していく、バーッと現場帰っちゃうなって思ってたんだよ。で OK って。リアルな感情表現とは何か、その一端に触れた経験でした。そして10年目、大ヒット作品が生まれます。日本侠客伝。仲間のために命を賭して戦う一本気な男、ハマリ役との出会いでした。都政人の喧嘩ならこんな秀吉打ちでもいいのかよ。僕はものすごい気合短いんですよ、実は。非常に激しい僕は、ね、ちょっと NHK で言うことじゃない ないけどね。今までありましたよ、この野郎殺してやろうかなって思うこと何回もありますよ、そういうことは。だからああいう役やるんでしょうね、やったらなと。おふくろはすごい悲しいんだよね、あれを入れずみたいなんかこうやったりするね。で僕の中にはとってもあるんですよ、あの血が、血ですね、それは。だよく今まで罪を犯さないでここまで来たなと思いますよ。
高倉さんは昭和残響伝、網走番外地と次々にヒット映画を連発します。役作りのために過酷な筋力トレーニングにも取り組みました。撮影所の後輩、俳優北王子欣也さん、12歳年上の高倉さんに可愛がられ、仕事については厳しく教えられたといいます。さあ始めるぞって言って、まあ健さんのそのトレーニングスタイルを初めから僕やらされたわけですよ。はい、次ランニング、はい次柔軟体操、はい腹筋背筋っていうふうにして、ところはもう半分もいかないうちにね、まあ息が上がっちゃったんですね。もう自分も情けないけど、いやこんなに僕はできないのかとこう自分で思いつつも、何やってんだお前って、もう半分見てないだこれ、はい向かい、いやー検査ちょっと勘弁してください、僕もうなんかもうムカムカして、何言ってあんだこの野郎って、ダメって言ってね、そこでもう本当にしごかれた。任侠映画のシリーズは高倉さんを一気に人気スターへと押し上げました。鬼越死に笑うぞ。1年で10本以上という今では考えられないペースで主演を務めます。しかし毎日のように朝方まで行われる撮影、それが何年も続くうちに高倉さんは心をすり減らしていきます。俳優が何だか分からなくなる時だったんでしょうね。毎朝遅れてさ、もうあの1時ぐらいしか寝ないけど9時で出しとけって、向こうの方も9時で予定出されて、なんだかもうとにかく朝は来ないで、来てももうセリフがロレロレで喋れないって、そういうのは何年もつなんとね、やっぱりなあなあになってくるっていうかさ、まともに言われた通りにやったら体は持たねえっていう、やっぱり自分の体を守るための防衛本能だね。理屈を言えばだよ。数々の映画で共演し、プライベートでも親交の深かった小林念次さん。当時高倉さんは失踪騒ぎまで起こしたと明かしました。東映の撮影所ってな、大泉っていうところが練馬のですね、僕は寮でいたんですよその頃。それで沢井慎一郎って監督、いい監督ですよ、その方もまだ助監督ですけどそこにいたんですよね、沢井さんも一緒に。それでまあ寮にお風呂はもちろんあるんですけどね、町の銭湯へね洗面器持ってね、当時だからね洗面器持って下駄履いて、向こうポルシェで来て、おい沢井乗れっつってね、いや風呂行くんですよって、いやいいから乗れっつって、それで下駄と洗面器持ったまんま3ヶ月その車で旅しちゃって、だからと会社は大変ですよ、うん、うん、それはすごい解消法だよね、最高にこう詰まったんだろうね、そんなある日、高倉さんは映画館に足を運びます。上映されていたのは自らの主演映画。その客席の様子に衝撃を受けました。通路も全部座ってるんだよ、こんなにドアが開いちゃって閉まらないっていう。何回か劇場見に行ってね、これ何なのかなって思ったことあるよ。わかりません、僕今なんでこんなに熱狂するのかなっていうのは。
明らかに見終わった後人が違ってるもんね。疲れ果て全力で演じていない自分に夢中になってくれている人たち、湧き上がってくる思いがありました。一体俺は何をやっているのだろう。俳優となって21年目の45歳の時、高倉さんは大きな決断をしました。長らく在籍してきた映画会社を辞めたのです。それは安定した収入や看板俳優としての地位を手放すことでもありました。あえてそういう厳しい道を選ばれてらっしゃいますか。いやあえて選んだの、まあ選んだんだね、やるって言ったんだから選んだんだけど、まあそれが、運命ということでしょうね。やっぱり同じパターンのヤクザものばっかり何十本もやってても、それは自分が変われないなと思って志願して出て行ったんだけど、それは行った人しかもう分からないね。やっぱりなんかそれはいい俳優になりたいと思ったからだもんね。